あ、全然いいですよ、しなくて。お金出ないですけどね。出るわけねえじゃんって普通は思うんだけど、とりあえずこの将来のビジョンのとこにラップにハマって同世代のラッパーの人たちと遊んでいて、ラップと音ゲーでゲーム会社を作りたいって書いてあるので、はい、ぜひラップお願いします。いや、そのラップの方はやらんのかい。はい、僕も言おうと思ってめっちゃ楽しみにしてた。いや、もう俺も今日の今日の楽しみここやなっていう。サビはラップじゃないですか今日。だってもうそんだけ準備してきたら、もちろんちょっとね、なんか一フレーズちょっとやってほしいなみたいな。なんか見せ物として自分のラップを、なんか笑いの種にしてラップをするのは、そのなんかラップで遊ん、なんかバカにしてるみたいで、その友達にとても申し訳なくなるっていう、その僕の時の個人的な心情があるので、この場でラップはしません。あ、全然いいですよ、しなくて。お金出ないですけどね。じゃあいいってことね。いや、お金は、え、どっちやねん。お金は欲しいですけどラップだけ。いや、え、出してもらったのに。ラップ遠藤さんありがとうございますぐらい言え。遠藤さん本当にありがとうございます。だからラップ、しかもラップじゃないんだ。ラップだけ。ラップやりますよ。よう、遠藤、マジでありがとう。このお金、マジで、この機会、この金には変えられないものをいただいたと思うから、マジでここから自分の人生また考え直すから、また頑張るわ。はい、いいラップ思ったよりよかった。はい。